宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第74回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？今日はですね、宮永はお友達のお買い物にお付き合いしてきたんですよ。メインはですね、クリスマスプレゼント。宮永の場合はクリスマスプレゼントを差し上げる方がいないというかですね、だって甥っ子姪っ子とかいないしね、一人っ子だから子供が身の回りにいないので、買ってあげるような人を思い浮かべられないんですけれども、っていうかさ、友達とかさ親とかに送れよって話ですけどね。もらってばっかりですみません。まあそういうわけで、クリスマスプレゼントを選ぶのにお付き合いしてきたわけなんですけれどもね、まあ主におもちゃとか。いやー、おもちゃさ大変なんだってね、最近ね。知り合いにはお子さんがいらっしゃるような方もいるので聞いてはいたんですけれどもね、本当に人気のあるものっていうのは、今週がクリスマスの前の1週間じゃないですか、そんな時じゃもうダメなんだって。すごい前から手配して買って、でそれを隠しておかないと本当に人気のあるおもちゃとかは買えなかったりするんだそうです。結構みんな欲しいものが一緒なのかな、すごいね。でね、宮永にはサンタさんが来たことがあったでしょうかっていろいろ考えてみたんだけれども、クリスマスに何かを買ってもらったとか、クリスマスに欲しいものをもらったっていうね、記憶はあるんだけれども、それがクリスマスイブに寝ていて、で枕元にあったとか、靴下に履いてたとか、あんまり記憶にないんだよね。うちクリスマスサンタさん来なかったのかな。そもそもさ、靴下を吊るしておいてのさ、靴下がさ間違ってるよね。あれは靴下型のなんか入れ物であって、本当に自分が履くような靴下を置いといてもダメだよね。っていうかそもそも入らないじゃん、子供の靴下なんて大したもの。でさ、その靴下をね置いといた時に、一個だけ覚えてるのはみかんが入ってたことがある。一個、多分さ、私が靴下を置いてたから、お父さんかお母さんかどっちかが入れてくれたんだろうね、こたつにあったみかんをさ、一個ポンって。いつまでサンタさんを信じてましたか。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小鵜会、マイマイつぶりの歩いた後には。はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お届けするのは特別なこのコーナー、題して宮永の一年を振り返ってみよう。というわけでですね、今週もお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。ありがとうございます。ラジオネーム池田陣さんから、まいまい、こんにちは。こんにちは。
早いもので今年も残り2週間ほどです。振り返ってみてどんな1年でしたか？感想や反省など聞かせてください。ありがとうございます。そうですね、そうか、2週間かって思うともうすぐ終わっちゃうな、早いなとは思うんですよ。ただね、今年に関して言うと宮永にとっては長い1年だった気がします。いつもだとさ、大人になると1年早いよって言われてたんだけど本当だなって思いますとか言ってるんだけどね、言ってるんだけど、今年に関しては長かった。で、なんでかなって思ったので、ちょっとね、時系列で考えてみようと思うんですよ。まず1月でしょ、まあ毎年恒例になっていた小笠原で新年を迎えて、いつものお決まりの冬休みを過ごして、でもその時はまだボラールボックスっていう株式会社の企画をやっていたので、雪を避けるための空豆のお家を作んなきゃいけなかったのに、雪が降って、で雪がまだ溶けきらない時に藁を抱えて畑に行って空豆のお家を作ったのを覚えてます。で、2月はライブが2回あったんだけども、その前の年だから去年だよね、去年の11月12月だから秋冬か、うん、その時期から声の調子が悪くてだましだましな状況が続いていたので、で大丈夫かなって思うとぶり返しちゃうみたいになっちゃって、だから2月の半ばにあったライブとか前日とかだったんだよね。一緒にボラーレボックスやってたユチョンとチャケがユッケっていうユニットをやってて、二人に助けてください、お願いしますってメール出したの。そしたら二人が本当に急な話なのにいいよって言ってくれて、で三人でなんかスペシャルな感じで出させてもらったり。でもね、ライブといえばそれが今のところ宮永の最後のライブになってしまっていて、っていう3月の3日にやったボラーレボックスの主催ライブ、バックで流れている曲がボラーレボックスのエンディングという名で呼ばれているシャカ2号って変だな、うん、羽ばたく声っていう曲なんですけれども、それのまあ私が一人で歌ってるバージョンを今ちょっと特別に流させていただいてるんですけれども、ゲームをしたりとか映像を流したりとかおしゃべりのコーナーがあったりとか寸劇的なことをしたりとかで、ボラーレボックスっていうものを本当に知ってほしいなっていう、そういうコンセプトで初めてなのに単独でライブをやった、うん、ライブハウスを借り切って単独でやったんですけれども、うん、すごい頑張ってやってたんだけど、まあ企画ですから私たちの意思だけではどうにもならないこともたくさんあって、でもなんだろうな、私たちの意思だったのかもしれないし、そういうものを呼び込んでしまったのかもしれないけれども、なんだかんだで3月にボラーレボックスとしては解散することが決まって、だから前の年の夏ぐらいから本当にそのことが生活の中心になってるんじゃないのかなっていうぐらい忙しかったのが、3月の終わりでパタッと止まってしまって、まあもちろんそのいわゆる自己処理的なものだったりとか普通の宮永の活動というかお仕事はあったから忙しくなくなったわけじゃないんだけど、急に何かすることがなくなったような気がして、でもね、そんな中でもお花は行けなきゃいけないっていうか、私が行けたわけじゃないな、うん、宮永の先生が目黒の雅叙園っていうところの百段階段にお花を行けるっていうの、あ、来年もあります、来年もあるからよかったら来てくださいねとかさりげなくアピールしたりしますけど、うん、そういうイベントがあってそれに付きっきりでお手伝いしたりとか、
あとはね、5月はお友達の、高校の時のお友達の結婚式があって、で、久しぶりに会った友達とか、本当にもう卒業以来だよねっていうような友達とかに会ったりとかしたんだけれども、で、本当に4月、5月、いつもやってることとか、まあ、ちょこちょこすることはあるんだけれども、でもなんて言うんだろうな、表現者として何をしていいかわからないな、みたいな感じがあって。で、実は、一般公募の舞台のオーディションをいくつか書類を出して受けて、でも、基本全部落ちて、書類で。で、本当になんか、自信がなくなったというかね。今までやったことっていうのは、やっぱり経歴に直していくといっぱい書くことあるはずなのに、ああ、でも、それでも、会ってお話をしましょうとも言ってもらえないんだって思っちゃったら、なんかすごい落ち込んじゃって、で、そんな時に、もう一個、それは書類審査がなくて、申し込んだらとりあえずオーディションは直接会ってもらえるっていうことになってたのが、実はその秋に出たフェドー劇場さんだったんだけれども、受けて、で、まあご縁があって出していただけることになったんだけれども、いや、実はね、この舞台で、全部その表現するっていうか、役者としては、一生懸命それで頑張って燃え尽きて終わろうかなって思ったこともあって、まあでもそんなこと考える暇もなく、お稽古は始まり、お稽古は続き、とても大先輩に囲まれてお芝居をしているので、ついていくのにやっとというか、てか、ついていけてたのか、おいっていうか、って感じに、やっぱりお稽古の時はなるわけで、だから、そんな、ごちゃごちゃ考える暇もないぐらい、お稽古は、怒涛のようにあったんだけれども、で、そんな、中でも、お花のね、お手伝いは、あるという。だから、舞台のお稽古の合間を縫って、神戸に行って、で、本当だったら、いつもだったら神戸にいて最後までお手伝いするんだけど、すいません、舞台のお稽古があるので無理ですって言って途中で帰ってきて、で、そのスーツケース抱えたまんまお稽古場に行ったりして、っていう怒涛のお稽古をやった結果が11月の頭にやったあの耳にのみっていう作品になるんですけれども、なんか、終わってみたら、終わってみたらっていうか、始まってみたら、なんか楽しくて、嬉しくて、夢の中にいるみたいで、でも現実でびっくりしたっていうか、で、今後ちゃんとやっていけるかとかわかんないし、人前に出る職業だから、やっぱり評価してもらえないとどうしようもないんだけど、でも、ちゃんとやっていけるかわかんないけど、やっぱりやっていきたい、やめたくないなって思って、なんかまあ続けていこう、続けるための方法を見つけよう、努力しようって思えたから、すごいいい出会いだったなぁと思っているんですよ。だからかな、本番が終わって、打ち上げの旅行に行って、ふわふわしたまんま日常に戻ってきて、そしたらなんか、変わろうって思ったっていうか、いや別にそれで変われるわけじゃないんだけど、でも何か自分を変える、もっと良くなるための何かをしたいなと思って、歯の矯正を始めたりとか、髪型を思い切って切ってみたりとか、しているんですよね、っていう。だからね、一年が、すごく長いっていうか、あ、ボラーレボックスやってたのってまだ1年経ってないんだって思ったらすごいびっくりして、だって3月までやってたんだよね？嘘、すっごい昔のことみたいに思っちゃって、あ、そうなんだ、びっくりしたなーみたいな。あ、そう。
だから感想っていうかさ、感想？感想はね、長かったです。でも、今こういう気持ちでいられているからこれで良かったのかなって思います。ベストではない道を通ってるかもしれないけど、私にできることとか、それをやってきた結果で、ここにいられていて、こうして、ラジオを聞いていただけてるっていうことは、すごい良かったことかなって思います。反省は、まあその前の年から引きずっちゃってるけど、やっぱり今年前半、体調の管理、喉の管理ができてなくて、ラジオをお休みしたりとか、ライブでご迷惑をかけたりとか、してしまってることだよね。で、あともう一つの反省は、3月以降、ライブができなかった。まあ、復活した後半は舞台にかかりきりだったということが言えるかもしれないけどさ、でも前は、ライブやって、仕事やって、舞台やって、プラス、朗読の舞台掛け持ちしてとかやってたんだから、そういう意味ではパワー足りなかったのかな、今年。とも思うし。でも今年は、もしかしたら、いろいろ考えて、パワーを充電するための一年間だったのかな、とも思います。いやー、なんか今日は、真面目な話しちゃったじゃないですか。まったりしてないよ。でも、なんだろうな、そういう一年だったというわけでございました。お答えになりましたでしょうか。マイマイつぶりの歩いた後には、いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる、粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を、継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流唱歌会。マイマイつぶりの歩いた後には、もうさよならの時間になってしまいました。この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週、今年最後の放送でお会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流唱歌会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。大人になるのは